ックのスタッフ。はい。ここどこですか。ここですね、青山のとんでもない豪華な結婚式場ですね。ここで狩野くんが CM 撮影をするということで、はい、声がでかいですよ。あ、すいません、あのすごいバチがものすごくガチガチのちゃんとした CM を撮るっぽくて。本当ですよ、僕ら勝手に来たのはちょっとやばいかもしれないです。勝手に来ましたもんね、ほぼ勝手に。どこにいるんですか、狩野くんは。それでなんかさっき呼ばれて下に行きましたよ。なんかちゃんとした服着て、はい、メイクもバチッと決めて、はい、髪型もいつもよりちゃんと決めて、はいはいはい、芸能人って感じでしたね。ちょっと行ってみますか。はい、大丈夫ですかね。分かんないですね。ちょっとカメラここにいるんで、はい、狩野くんに話しかけてみて。あの白いのが狩野くんですよね。見えてるんですよ、はい、こっち下マジでちゃんとした人 2,30 人いますけど大丈夫ですか。さんですか。じゃあ狩野くんだって言うから。え、狩野くんだって言うから。違います、あ、もうな、狩野さん奥です。すげえ各国撮ってもらってますよ、狩野くん。はい、CM 撮ってるっていうから、はい、いや CM 撮ってるんですよ、今。はい、見た、この大人数、そしてこの現場すごいですね、本格的な。ちょっとあの栄光号で来るような場所じゃないから。あ、栄光号チーム今日暇だったんですよ。いやカルさん何やってるかなって調べたら、はい、CM 撮ってるって。いや、さ来るような場所じゃないから。ほんまこのピリッとしたんですよ。そうよ、あっちのタキシード着てる人狩野くんだと思って撮ったら、一回話しかけて調べたんです。スタンドインの方だから、そう、はい、あんのよそれ CM って、はい、あのこっちが準備してる間、スタンドインの方が同じ身長、同じ体重、同じ格好の方がやってくれるってあんのよ。だから後ろのシルエット狩野さんだったんですよ。そうでしょ、だからさ、はい、似てくれてる人が用意してくださってるのよ、はい、役者さんだからあの方も。そうよく来れたね。入れてもらえたね。入れてくれたんですよ、はい、これ貼ってくれっつって、はい、検温だけすれば、はい、いやそんな簡単に。居酒屋じゃねえんだから。これが来れない。いやこれがね、はい、まあ、みんななんでこれ一生懸命やってるかというと、はい、今日撮ったやつが1年間流れるんですよ。おお、すごい長いですね。そうで、はい、あのバラエティみたいな感じでその一回きりじゃなく、はい、だからこうみんな本当にこうちょっとした角度とか、はい、表情とか、はい、汚れとか全部、はい、シビアにみんなピリピリしてんだよ。いやでも狩野さん1年間って、うん、そうです、大丈夫なの。そう、大丈夫ですか。不祥事的なこと、あんまり大きい声出す言わないでくださいよ。クライアントもいるんですから。その言って言って言っても言って、ラーメンつけ麺、僕イケメン、オッケー。ヒロ着てるから。いや、ちょっと俳優の顔してましたね。ああやってね、別の現場だと俺たちに冷たいんですよ、ね。そうなんですよね。急に。そうです。あ、結構待たしてた可能性ありますね。やば、本当だ、すぐスタンバイ。うわ、やば。ラーメンつけてみようと、はい、
ちょっと 俺待ちだったわめっちゃ迷惑かけた、すいませんちょっと迷惑かけたって、ちょっと引っ張りすぎよ、ダメですね、はしゃぎすぎ、はい、すいません、シビアな現場だから本当に反省しました、すぐ始まりましたもんね、すぐ始まりました、俺を待ってたもん申し訳5分待ちでしたね、はい、5分待ちだから、ラーメンつけ麺やってた時一切笑ってなかったですねイラッとしてたと思う、そうですね、現場の空気があるから邪魔しない、わかりました、すいません、マジで、すいません、一旦楽屋に行きましょう、はい、一回待機待機、これ邪魔になるから、あ、疲れてます、見て、もちろんです、はい、楽屋に置いてあるこのトマトジュース、おお、栄光号で俺がうまいって言ったやつ、おお、すげえ、をここのスタッフさんが見てくれて、楽屋にちょっとでも狩野さんが喜んでくれるようにってこう置いてあるんだよ、すげえ、すごくない、すごいそれすごい一流の方が集まって、そう、はい、でもだからこの何ていうのかな、その期待に応えたいっていう、はい、それを何ちょっとしてセットチェンジしてシーン19、あ、パインさんと絡むシーンか、パインさん、あ、知らない、フルーツ、フルーツ、あ、じゃあ現場見に来てくれたら分かるわ、パインさん、うん、と絡むシーンが、はい、パインさん、あのテーマは、はい、よくあの恋愛リアリティショーみたいなのあるじゃないですか、ありますね、はい、そういうのをちょっとパロディー化したやつ、あ、そうなんだ、だから俺は、うん、なんていうのかな、一人男性、はい、ビシッと決めた、はい、その中で俺を取り合うみたいな、そういう設定、そう、はい、まあ、美女っていうか、まあ、見てもらえれば分かるんですけども、それが美女じゃなく何になってるかっていうのはちょっとじゃあ後で現場で見たら分かると思う、あ、スッと入ってくると思う、お願いします、お願いします、そうですね、そうですねじゃなくて、はい、マジで、はい、結婚式の曲のギャグどのにしたっけタタタタンタタタタンタタタタン何やしてんだよ、ここここで結婚式場なの、してんだよ、すいません、見たかったんです、見たかったんです、集中集中、見てみよう、お前この緊迫した空気、タタタンいいっすね、やっぱいいっすね、ここでやるタタタンいいっすね、カノさんプールありますけど、いや入らないっすよ入らないですよ、いや気をつけてくださいねって思って、気をつけてください、落ちないように、いやそりゃそうでしょこれ一着しかないから、はい、だから気をつけてくださいね、いやもう、いや気をつけますけど、当たり前じゃないですか絶対落ちないですから、はい、マイクもついてるから、だから絶対落ちないでくださいね、絶対落ちないし、ふざけてマジで落ちない、マジで落ちない、振りじゃなくてマジで、いやいや落ちない、マジで本当に大丈夫です、マイクつけてないし、ダメだこっち撮ってんのにボチャーン、さすが最悪だ、
焼酎を持つシーンがあって、それがね、多分あの、なんていうんですか、フードコーディネーターの方々がプロの入ってて、すごいよ、グラスのね、水滴も扇風機しっかり滴残らず拭き取ったりとか、炭酸のあの泡の感じとかも全部ね、調整して、あの絵的に美味しそうなって思わせるようなこととか、とにかくすごい。コックさんみたいな人いましたもんね。あれは多分、ホイコーローにはウーロンハイが合うねみたいな感じで、ホイコーローを作りに来てる。東北魂のラーメン屋さんのコント、カップラーメン移し替えてやってましたね。それが普通なんだけどね、はい、ただやっぱりほらお酒に合うもの、おつまみもさ、やっぱりお酒が進むじゃん、はい、焼酎が進むじゃないですか。だからおつまみも美味しく見せたいんだろうね、はい、あ、まさかあの人はパインさん、あれ、お、パインさんにすごい台本見せてますけど、あれ見えてるんですかね。ちょっと見えてるんじゃないですか。そういうことですね、パインさんって、はい、パイナップルさん、パイナップル割り、この恋愛リアリティショーをパロディに見せて、僕が主役で、はい、僕にどんなお酒が合うかってことで、例えばいろんな割り物の方々がアプローチしてくる、はいはい、さあ今日の最高の一杯を決めよう、はいはいはい、はい、すいません、カメラ前よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。もっと振ってくださいですか。あと20、21、よーい、スタート。見た目爽やかさ、パッと、はい、あ、加納さん、はい、お隣の方、あのですね、今回この焼酎氷の CM にですね、共演してくれる、はい、うちの事務所の自己紹介をします、はい、ピン芸人の安原カラスです。よろしくお願いします。お願いします。ピン芸人さんなんですね。そうなんです、はい、あの安原は、はい、もう付き合い的にはもう10年ぐらい、結構長いですね、だし、はい、でもずっとマセキで芸人やってて、はい、もっと言うと宮城出身なんですよ、はい、地元も近くで、はい、僕が東京でライブやるって言ったら手伝ってくれるし、はい、宮城でこう復興ライブやるってなったら手伝ってきてくれて、地元で美味しいものを食べたりとかして、はい、結構付き合いは長いんですけども、はい、今回たまたまこれオーディションあったんでしょ。そうですよ、これオーディションちゃんと受かってきてますから、これ骨でも何でもないんですか。何でもない、本当にちゃんとオーディション受けて、そういわゆるバーターみたいなことじゃないですね。全く全く、全く本当にそう、はい、でそれでなんか、いや俺嬉しいのよ、はい、なんか同じ同郷で同じ事務所で、はい、共演できるなんて。いや僕も嬉しいです、これ本当に、ね、加納さんの CM っていう、いや、やっぱね、特に俺たち田舎から出てきた人間としてはこういうのって親孝行だと思うよ。いや、そうですね、はい、真面目な話ね、はいはいはい、お父さんとかお母さんとかすげえやっぱ喜んでくれると思うよ。まあそうですね、うん、まあ「酒場放浪記」っていう番組の後に流れたりするんだけど、はい、毎回俺大阪で、はい、仕事あるたびに、はい、上沼恵美子さんが「焼酎の CM 見てるでって言ってくださったり、もっと言ったら直接は言われてないですよ、あの松本さんがあれ酒場放浪記好きで見てますからね。ああはいはいはい、ただ見るわけですね。そうそうそう、視界に目に入ってるっていうのもやっぱ嬉しいよね。そうですよね、見なかった多いですよね、酒場放浪記は。そうそう、業界多いですよね、芸能界ね、
親孝行。いや、これできますね。なんか貢献できたのが嬉しいわ。うん、嬉しい。絶対これ見て、はい、親御さん喜んでくれたと思うから。はい。はい。今ごめんね、なんか忙しい。はい、です。もうすぐ現場だし。じゃあ行きます。はい。じゃあちょっと、はい。じゃあよろしくお願いします。絶対あの見てお父さんお母さん喜んでくれると思うよ。はい。ヤサラ君は。ヤサラ。はい。ちなみにえ何役ですか。ウーロン茶です。あ、だからこういうちょっと中国っぽい感じの。そうです。はい。そうなんですね。はい。VTuber さんとか。え、ヤサラって顔出し NG だっけ。いや、NG じゃないです。顔売りたいですよ。顔出し NG だよ。顔売りたいですよ。あ、そう。はい。今回はこういう形で。あ、そうなんだ。はい、一回ちょっとセリフ練習して、ね、セリフちょっと言っていい。あ、セリフですか。あ、栄光くん。やっぱり脂っこいものにはウーロンハイだよね。いい、バッチリ。さすがオーディション通っただけあるわ。そうですよね。よろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと本当に完成が楽しみですね。はい、我々栄光号ちょっとお邪魔させてもらいましたけど、あ、はい、あの怒られてましたからね、さっき。 そこ見切れてるって言われて。すいません、そこ見切れてるって怒られてたからね。そうなんですよ、ご迷惑かけてしまいまして。はい、まあいいけど、はい、こうやってですね、まだまだあと撮影があと 5時間結構ぐらい、はい、まだまだ続きます、はい、しっかりですね、あのいい作品撮って、はい、みんながちょっとこう笑えるような、はい、そして焼酎が飲みたくなるような、CM を、頑張って撮りますので、はい、ご期待ください。ぜひとも皆さん応援の方よろしくお願いします。アフのスタッフもまた、はい、うん、ちょっともうそろそろいい感じに帰ってもらって。わかりました。続くから、はい、ちょっと若干押してるから。ちょっと僕のせいかもしれないですね。うん、そうそう、はい、押してるから、すいません。よろしくね。じゃあ皆さん、ご期待ください。ありがとうございました、はい。喉越しさっぱり、酔いざめ爽やか、いろいろ割れる焼酎香類を持つ男、狩野栄光。彼に自分の魅力をアピールする割り剤たち。今、運命の乾杯相手を見つける物語が幕を開ける。ピュアで癖がないところが自分のいいところだなって思ってます。ワクワクしますね。どんな出会いがあって、どれが僕の最高の一杯になるのか楽しみです。なんか美味しそうな匂いがするな。あ、栄光くん、ホイコーロー一緒に食べるかい。こういう脂っこいものにはウーロンハイだよね。え、運命の乾杯の相手は僕しかいないと思うよ。もう？ちょっと待った、いきなりすいません。でもすっきりとした味わいの緑茶ハイこそふさわしいと思うんです。栄光さん、どっちと乾杯するの。どっちと乾杯するの。いや、ちょっと待って、どっちと乾杯するの。急に言われても、どっちしないんだよね。本当に困りました。この時はそれぞれ素敵なところがもちろんあるんで、だから一旦心を落ち着かせたいなと思って、僕の相棒を、あ、ごめんなさい、あのギターを手に取って今の自分の心の声を歌ってみたんですけど。焼酎香類、喉越しさっぱり、酔いざめ爽やかさ。なんだか思い悩んでるみたいね。パイン、ちょっといろいろあったね。栄光ちゃん、気分転換に甘いパインで乾杯しましょう。とんだ甘ちゃんね。グレフル、甘いこと言っちゃって、ほろ苦い思いさせてやろうか。気分を明るくするには大人な私、グレフルでしょ、栄光。ちょっとそんなに言われても。それを言うならレモンだろう。乾杯しやらんこともないぜ、栄光。ああ、どうもありがとうございます。何言ってるの、栄光ちゃんはパインだよ。そんなことない、そんなことない。いや、あの時は三つどもえでしたからね。どれもめちゃくちゃいいんですけどね。いや、びっくりしました。でもそれ以上にびっくりしたのが、
はい、タオル。ありがとう。ちょっと待って、誰？マッチングいいですか、栄光殿。どうしよう。悩みました、本当に悩みました。全員に魅了されまくってますよ。でも悔いは残したくないなって。6人の中から自分の最高を決めるわけですから。運命の乾杯の相手決めました。発表します。コーツつけられませんでした。焼酎氷はどれで割っても美味しいんです。みんなで乾杯しましょう。最高の出会いに乾杯。最後まで見てくれてありがとう。気持ち溢れてる。チャンネル登録、いいねボタン押してくれたらなお感謝。